こんばんは、バキです。まあ、帰り道夜、喋りながら帰ろうかなと思います。東博樹さんのですね、ゲーム的リアリズムの誕生、動物化するポストモダン2の本を、ちょっと前に読んで、どんな話だったのかなと、自分の思考の整理で話したいかなと思います。あの動物化するポストモダン1の方読んでないんですけど、めっちゃ簡単におさらいをしてくれていて、ネットが普及したことによって、人々の、特にオタクですね、消費の仕方が大きな物語っていう消費から小さな物語に、そういう消費の仕方をするようになったと。でそれはつまり、例えばデータベース型の消費をするようになったと。具体的に言うと、萌えアニメですね。これは猫耳をつけて、でなんかメガネキャラといえばドジッコキャラだよねっていうような、パーツ的な記号的消費を楽しむようになったと。でこのデータベース消費っていうのはどういうものなのかというと、大きな物語を楽しんでいたんですね。これは何かというと、作品そのものの物語としての中にキャラクターがいてたんですけど、例えばそれが崩れていたと。データベース型消費っていうのは具体的に言うと、二次創作とかあったりしますよね。あれってもはや原作とか関係なしに、各々が好きな、世界観の中の、物語を作って、でそこにその記号的なキャラを入れていくというような、そういうような、楽しみ方、そういうふうな消費の仕方があったと。でこの延長線にゲーム的リアリズムの誕生というものがあるんですね。この本はですね、文学的な評論をアニメに持ち込むことができるのか、漫画とかにね、オタクのサブカルチャーに文学的な位置づけ を持っていくことができるかっていうような、そういう試みである本なんですよ。そもそもリアリズムっていうのは、自然主義とかと言い換えることができたりできて、例えば韓国のドラマとかだと、金持ちと貧乏が描かれるようなコメディーね、恋愛ものとか、SF とか、ホラーとかいろいろあると思うんですけど、これは韓国が実際に、貧富の差が激しいこと、実際のそういう現象があって、それをモチーフにして描かれるんですね。一種のこれもリアリズムとも言えます。現実世界のことを反映したような作品を書くことを、自然主義って言うんですけど、リアリズムと言うんですけど、ゲーム的リアリズムとは何かというと、ゲームのものをなるべく、ゲーム的なものをなるべく反映させるような作品を書くことがゲーム的リアリズムっていうんですね。具体例を言うとループものです。この鈴宮春日の憂鬱とか、魔法少女マドカマギカとか、マドカマギカとかは、ループものの世界ですよね。何回も何回もエンドレスエイトとかだったら繰り返して何回も夏休みが始まったり、マドカマギカだったらそもそもの時間軸を戻してみたいな、シュタインズゲートとかだったら、世界線を戻すんだったかな、タイムトラベルかなんかして何回も繰り返すじゃないですか。これは非常にゲーム的であると。ゲームというのはコンティニューができますよね。プレイヤーが死んでもそこでゲームが終わりではなくて、セーブしたとこからやり直せると。いずれもゲーム的リアリズムと言えますよね。っていうような現象が起こっていると。これはハリウッドにも使われていて、All You Need Is Kill というですね、トム・クルーズが出た作品なんですけど、もともと日本のライトノベルが原作となっています。でこの現象はいかにというようなところが、ゲーム的リアリズム誕生の中の、筆者東博樹さんが、試みようとした作品なんですね。もともとはですね、こういうループものの始まりとかっていうのはよく一般に言われているのが、うるせえやつら2のビューティフルドリーマーという映画があるんですけど、これ僕見たことないんですけど、その映画がね、よく引用されていることが多いんです。で、僕がそのゲーム的リアリズムの誕生の本書を読んだ感想としては、ダイレクトな直接的な、こうだっていうような答えは、見つかりにくかったのかなという感じがします。で、
なんだろうな、実際に後書きの部分でも、まあ、その著者ですね、後書きの部分で実は一回このループものとかゲーム的リアリズムっていうものが、まあ、文学の延長線として評価できるのかどうかっていうのを試みたけど、実はうまくいかなくて終わったっていうような話があったんですね。でその中でなるべく自分なりにちょっと頑張って書いてみたよっていうのが、まあ、この動物化するポストモダンの、2の作品になってるんですよね。まあでもね、これは十分ねいいと思うんですよね。というのもこの問題の切り口自体とても面白くて、こういうゲーム的リアリズムの誕生っていうものは、じゃあ一体それはどういうことなのか、本来フィクションというものはリアル現実世界というものを虚構の世界に描くことで現実世界の問題をどう解決するのか、じゃあその作者っていうのはどういうアンサーを持っているのかっていうのが、まあ言うたらフィクションの醍醐味なんですね。リアルがあってのフィクションであると。だけどゲーム的リアリズムの誕生っていうのはフィクションがフィクション、虚構が虚構を生むという構造になってるんですよ。じゃあそれはつまり現実世界をフィクションと描けなくなった世界とは一体どういうような世界かっていう感じで、そういうような問題のね切り口としては、もうこう世の中の批評を養う目としては十分な切り口なのかなと思います。これはもう人それぞれがね、いろんな考え方を持って、なんかより作品とか楽しんで見れるようになったらいいのかなというふうに思いますね。はい、という感じですね。とてもね素晴らしい評論だったと思います。とても勉強になりましたね。はい、俺は1000万円稼ぎます。あざーす。